試合に先立ちまして、この放送のスポンサー、伊勢農機、木桜酒造、大塚グループ、横浜ゴム、三菱自動車、日華ウイスキーより花束の贈呈でございます。マスカラスブラザースに花束が贈られました。今日も華麗なるリングコスチュームで登場を果たしましたマスカラスブラザースでございます。これより両チームの紹介が行われます。本日のメインイベント60分完全勝負100マッチを行います。青コーナー230ポイントドスカラス、弟のドスカラスが紹介されました。本名はホセ・ロドリゲスであります。ご存知仮面貴族ミルマスカラス、本名はアレン・ロドリゲスであります。テレビジョンでは初対決ロッキー・ハタ、そして我が二冠王のジャンボ・鶴田が紹介されました。いよいよ田澤さん、はい、いよいよこのマスカラスブラザーズも四国にあって PD な付属でありますミルマスカラス。しかし田澤さんね、はい、今回10回目の来日を果たしたミルマスカラス、昭和46年に、初めての来日を果たしてますが、ああその時から比べてどうですか。やはり新鮮さを加えてますね。あっとフライングクロスアタック、18番に連発、そしてダイビングボディープレス、そのまま大井勝ったかどうだ、返しました。クッと立ち上がります。スタンディングポジションを取りましたが、ちょっと腰のあたりを打たれました。しかし来日のたびに無駄な動きが全くなくなりましたね。そうなんですよ、よく計算されてますね。そうなんです。何度も来るとね、新鮮さを失うんですが、はい、この場合はね、新鮮さはちっとも失わない。はは、来るたびになんか冴えが見えるんですね。なるほどね。過去来日の時にはジャイアント馬場選手も、それからジャンボ鶴田選手も相手には目が4つあるような感じがする、ははこのように言ってまして、どこに動いているのか焦点を定めるところから試合を始めなきゃしてはならないので倍疲れるということを言っておりましたが、今回の来日ではそれほど無駄な動きではありません。さあ頭に手をやりました。ミルマスカラス、こういう技もできます。首投げです。いわゆる首投げに持っていきました。正面を向かい合います。相手はロッキー・ハタです。体こそ大きいんですけれども、ミルマスカラスは動きが速いのでやりにくいと、このように控え室では語っておりました。しかし今日はパートナーがジャンプの方だから、なんとか勝ってみせますよと、このように張り切ってリングに登場してまいりましたロッキー・ハタであります。フライングヘッドシザース、こいつを見舞いました。ミルマスカラス、いろいろな技を持っております。いや、すべてのね、モーションにホイップが入ってるんですよね。そうですね。それからよく田澤さんが解説なさる、あ、これはホイップですね。そうなんです、うまく見せましたね。いわゆるスイングというんでしょうか、スイングホイップ。おっと、ブレンバスターだ。ブレンバスターを見せました。速い動きです。そしてメキシカンストレッチに入ろうとするところ、うまく逃れました。そして今度はドスカラスの登場でございます。ね、若さではドスカラスです。単発でないですからね、はい、ホールドが次から次へ一定のリズムを持ってつながっていきますからね。なるほどね。これが怖いんですよね。インタータッグ選手権で初めて顔を合わせましたジャンボ鶴田は、今回の来日ではミルマスカラスよりもむしろドスカラスの方が要注意であると、このように語っておりました。技はダイナミックであるというふうに言っております。今度はロッキー・ハタがドロップキックを見舞いました。やはりあのミルマスカラスが見せるマシンガンのドロップキックと一味違いますね。違いますね。残念ながら違いますね。こっちの方がそのそやな味がありますよね。今度はスライディングのレグシザースですが、やっと倒しました。ロッキー・ハタであります。このあたりマスカラスブラザーズから何としても一本取りたいところ。ロッキー・ハタ、この何と言いましても日本で最高の人気を誇りますマスカラスブラザーズから、一本取りますとロッキー・ハタの人気もまたまた倍増しますからね。株が上がりますよ。なんとか欲しいところですね。さあ足をぐいぐいと締め付けております。ロッキー・ハタでございます。確かにあの弟と一味違いますね。そうですね。あの弟の方がなんか力強さがありますね。ははなるほどね。ということはシンプルな、このロスカラス選手はロドリゲス兄弟の中で12番目の10番目というふうにご紹介しているんですが、年の方は27歳で、今セコンドによります
いやエプロン乗りますジャンボ通貨と同じ年ですね。はい、キャリアではこのドスカラスが1年上回ります。1年のキャリア、ジャンボ通貨は6年のキャリアです。この対決も非常に面白い、そういった好対照の感じがいたします。さあ、そのジャンボ通貨選手が今登場してまいりました。同じ年です。27歳とキャリアは一つ違います。ユナイテッドナショナル選手権保持者ジャンボ通貨、相手はドスカラスです。超仮面と言われております。素晴らしいエルボースマッシュ、まだ勝負は1本目であります。エルボースマッシュの2連発、いい角度で決まりました。ジャンボスルーパー、そして今度はコブラツイストに持っていきます。コブラツイストに持っていきます。腰のバネを利用いたしました。ぐいぐいと腰を引き抜けてまいります。ジャンボスルーパーであります。ただローブイヤーだな、少しポジションを考えた方がいいですね。さあ今度はマッシュで1点、リングの中央に持ってきました。はい、当たりショルダータックル、ジャンボスルーパー、あーっと飛んだ、こっからさあ飛んだ、あーフラッシュアタック、最後のアタックに戻るね。ドラップキック、そしてもう1回覆いかぶされるな。おっと105キロを軽く持ち上げました。鶴田ドスカラスの動きもいいですね。さあ今日は来日第1戦で見せました、いわゆるスイサイド、人間ロケット砲を見せるでありましょうか。今度はお兄さんのミル・マスカラスのタッチが行われました。今回のシリーズもとうとうインターナショナルのタグチャンピオンベルト手に入れることはできませんでしたが、負けて人気の出ますこのミル・マスカラス、ドスカラス兄弟、この徳島のお客さんにも圧倒的な人気でございます。なしましたね。今度は大きくロープにしまして、ジャンピングにいたと、あの先端アート、場外に踊り出ました。場外に踊り出ました。ドスカラス、そしてジャンボスルーザー、ドスカラスを捕まえて、放送席に持ってまいりました。徐々に脱税を展開いたします。マスカラスブラザーズの人気実力になりするものと、向かったのはジャンボ鶴田であります。ちょっと私どもの放送席の角に左右をつきました。ドスカラス、さあどうだ、大丈夫かな、大丈夫ですね、大丈夫、やる気満々です。今度はショルダーアタックルに行きました。ジャンボ鶴田大発注、あーっとダイビング、ダイビングか、ダイビングしての回転エビ型で、ダイビングしての回転エビ型で崩れた、助かりました。今度はジャンボ鶴田が反対に、どうだ、ローリングスラッシュホールドの応酬です。ダイビングローリングスラッシュホールド、今度はジャンボ鶴田が見せた、そのままガーッと決まりました。いや見事ですね、最後は見せました。ジャンボ鶴田タイムは見せました。見事な回転エビ固め、ローリングスラッシュホールド、リングの中央から飛び込みました。ジャンボ鶴田、ドスカラスをいいところでギルマスカラスに届きました。フライングクロスアタック、飛びます、ガザン飛び込みます。ダイビングボディープレス、ジャンボ危ない、ジャンボ危ない、あれでウエイトが軽いから助かってるんですよね。それで今のね、チョップはちょっと喉外れました、はい、それからあの数々打ってきますので息暇がなくなりますからね。 その反撃をついてのホールド技が怖いです。おっと、これは珍しい。マスカラスブラザーズ非常に呼吸が合ってまいりました。3本目の勝負でございます。そしてジャンボ鶴田と、ロッキー畑の両方の足、両方の足をもう兄弟で引きます、引きます、ダブルまた先攻撃、さすがに兄弟コンビのいいところですね。たまりません、ダブルまた先攻撃。ちょっとロッキー畑の動きも鈍くなりました。もちろんチームリーダーはジャンボ鶴田でありますが、今エプロンサイド、さあ得意のメキシカンストレッチホールドに入ろうとする、今のはドスカラスの攻撃でございます。この呼吸、関節の締め、なかなか迫力あります。相手の動きを本当に禁ずると言いますか、動きを止めるというこの技、素晴らしいですね。そしてグラウンドに持ち込みます。全く身動きは取れません。こういうパッケージホールドは危ないですね。そうですね、本当に自分の柔らかい体を十分に利しました。密着プレー、メキシカン流のストレッチホールドであります。ロッキー畑に見舞いました。このドスカラスでございます。リング中央に抱え投げ、勝負の方は3本目。ジャンボ鶴田にここで引き継ぎます。もうウェイト的にも、それから身長的にもかなり差があります。日本のハンサムスレッチコンビでありますが、ちょっと2本目あたりから交代気味でございます。まあ大体ね、試合のペース自体がね、
先方さんペースになっちゃってますね。ははそうですか、はい、やはり飛んだり跳ねたりするんで減圧されるんでしょうね。そういうことですね、さあ相手はロッカラスだ。ロッキーハタここで登場してまいりました。今夜のリング上ロッキーハタのいいところ全く見られません。ドロップキックちょっと足が曲がってますね。足が曲がってます。あーこれは外れました。全くタイミングが狂っています。そしてミルマスカラスがトップロープだ。さあどうだそのまま、あーっとものすごいフライングボディアタックを見舞いました。そのまま追いかぶされるフライングボディアタックの勝利。いやー今日クラムちゃんね、今日はね要するにマスカラスペースに乗っちゃったね。そうですね、先方のペースです。はい、やはり空中殺法です。最後はミルマスカラストップロープから思い切って3メートル以上は飛びました。見事な空中戦闘フライングボディアタックによりまして堂々2対1完勝。